皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回はですね、ダンベルで大胸筋を効率よく鍛えるコツについてお話をしていきます。各種目の、ね、紹介と被る部分が非常に大きいです。例えばダンベルベンチプレスとかダンベルフライといった、ね、種目をご紹介させていただいてきましたけども、それらの種目のコツと重なる部分も非常に大きいんですけども、共通してね、ダンベルで大胸筋を鍛えるときに、基本的にね、こういうことにはしっかり気をつけてくださいっていうところをね、改めてご紹介させていただけたらなと思っております。ではですね、この気をつけていただきたいコツなんですけども、3つございます。1つ目なんですけども、しっかりね、重量を伸ばしていくというところにあります。ダンベルのバーベルに比べた、デメリットでもあるんですけども、バーベルに比べてなかなかね、重量を扱いにくいっていうところがあります。それはやっぱりバーベルに比べると、やっぱり片手でね、バランスを取らないといけない分、やっぱりその分重量が落ちるっていうのは当たり前のことなんですけども、種目によってはね、このダンベルでやった方がこう大胸筋に効いてる感があってやりやすい、好きっていう方もね、いらっしゃると思います。私なんかも実はね、昔はバーベルのベンチプレスで大胸筋に全然効かなくてですね、ダンベルのベンチプレスやるようになったら胸がね、大胸筋が成長するようになったっていうエピソードもあったりするんですけども、胸に効いてるからといってダンベルばっかりやっていて、なかなかね、重量が伸びないとそれはそれで成長が停滞してしまう原因になるので、ダンベルでしっかり効かせる、そういうトレーニングもいいんですけども、効かせながらもダンベルであってもしっかり重量は伸ばしていくんだと、ちょっとでも余裕があれば高重量に挑戦するんだという気持ちはしっかり持ち続けていただければなと思います。特にホームトレーニングをされている方なんかはダンベルの重量が足りなくなってくる、そういう時期が来るかと思うんですけども、そういう時期が来たらなるべくですね、もうちょっと重いダンベルを奮発して購入していただくとかですね、他にもね、動画でも出してますけども、トレーニング用のね、バンドと併用してね、負荷を伸ばしていただくやり方もあったりするので、そうやってね、しっかり継続してなんとかね、重量を伸ばしていく、そしてね、負荷を伸ばしていくというね、意識はしっかり持ち続けていただければなと思います。そして2つ目なんですけども、なるべく可動域を広く取るというところにあります。これもダンベルでトレーニングをされている方によくありがちなんですけども、この重量を伸ばす、高重量を上げるという気持ちが強すぎて、だんだんですね、可動域が狭くなっていってしまう方って結構いらっしゃるんですね。例えばアップで20キロとかでダンベルベンチプレスされている時はしっかりね、一番下まで下ろせるところまで下ろしてフルレンジで動かしてたのに、メインセットじゃあ40キロでやりますってなったら可動域が半分になってしまった、そういう方も結構ね、いらっしゃったりするんですね。なので深くまで下ろせばいいというものではないんですが、その怪我をしない範囲、筋肉から負荷が抜けない範囲でなるべくウエイトは大きく動かす、で重量を上げてもその可動域が短くならないようにしっかり意識をしてトレーニングをしていただくようにしてください。なのでね、こう重量を伸ばす、力を強くしていく、そういう気持ちも大事なんですけども、その一方でちゃんと同じ可動域で動かせてるかな、フルレンジで動かせてるかな、そういう意識は、持ち続けるようにしていただくと、よりですね、効率よく鍛えることができます。そして最後3つ目なんですけども、手首ですとか肘の角度をいろいろ工夫していただく、これをやっていただくとトレーニングの効率がよりね、上がると思いますので、意識をしてみていただきたいなというところになるんですが、これがね、バーベルとダンベルの一番の違いになるんですけども、バーベルは当然1本の棒をですね、両手で持つので、順手で持つか逆手で持つかの2択しか持ち方の幅がないんですが、ダンベルは片手で持つんでもう自由なんですよね。バーベルと同じように完全に順手で持つか、45度ハの字にするか、ニュートラルグリップ、手が向かい合うように持つか、もう本当に自由に
手首の角度も、まあ、肘もねこうちょっと張るか、まあ、脇を締めるかバーベルよりも自由に決めることができるのがダンベルの最大の強みになっております。なのでバーベルでトレーニングをしてるとちょっとね肘とか肩に違和感が出てしまうっていう方でもダンベルだったら大丈夫っていうパターンが結構あったりするんですね。バーベルだったらもうこのね順手で持ってると肘と手首の角度がやっぱりね自由が効かないので、あ痛いっていう時でもダンベルだったら痛くない角度で、あこの角度だったら痛くない、そういう角度を探してトレーニングができるので、バーベルで痛みが出るっていう方はもちろんなんですけども、この手首とか肘の角度が微妙に違うだけで筋肉にかかる刺激の種類も変わってくるので、いろんな刺激を与えてあげることで筋肉も新鮮な刺激を受けて成長しやすくなるということがありますので、バーベルのベンチプレスでねちょっと大胸筋の成長が停滞してきたなっていう方は、ダンベルでトレーニングをするときにいろいろね手首とか肘の角度を工夫してみていただいて、どういう角度だったら一番大胸筋に効くかなっていうのをいろいろ工夫しながらやっていただくと、よりですね効率よく大胸筋を鍛えることができますので、ぜひぜひ意識をしていただければと思います。今回はですねダンベルで大胸筋を鍛えるコツ3つご紹介させていただきました。ダンベルでもしっかり重量を伸ばしていく、負荷を伸ばしていくということと、重量が上がってもしっかり可動域を広く保つということ、そして最後に肘の角度、手首の角度を工夫していただくということをね、ご紹介させていただきました。ぜひね意識をして取り組んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。